ミカエラ・コンリンはアメリカ合衆国の女優。ペンシルベニア州はレンタウンで生まれ育つ。両親は父がアイルランド系、母は中国系。6歳の時に初めて舞台に立ち、それ以降も地方プロダクションなどに所属しながら女優活動を続け、高校時代は学内で制作した舞台バイバイ、バーディやルツボに出演した。高校卒業後、 本格的に演技を学ぶためにニューヨークへ移り住みニューヨーク大学ティッシュスクール・オブワーツへ進学した在学中は演劇の美術学士取得やオフブロードウェイのプロダクション契約アムステルダムのエクスペリメンタルシアターウィングで国際訓練プログラムに参加するなどした大学卒業後リアリティ番組ザイットファクターへ出演した後病院を舞台にしたテレビドラマ MDS で初めて助演級の役を獲得して、ウィリアム・フィクナーとジョン・ハナーが演じる悪役医師らの片腕として働く若きインターンの役や、派役で、テレビドラマ、犯罪捜査官ネイビーファイルで、ヘリコプターのパイロットを演じた。中でも、テレビドラマ、ボーンズのアンジェラ・モンテネグロ役は、自身のキャリアにおける当たり役となった。映画は、エイドリアン・ブロディ主演、ラブザ、 ハードウェイ疑惑の男、ロビン・タニーと共演したインディペンデント映画、オープン・ウィンドウ、早くで、ディズニー映画、魔法にかけられて、などに出演した。ありがとうございます。